回りました。改めまして和田アキ子です。日本放送の柿原忠です。アッコのいい加減に旋回、日本放送の制作でお送りしています。この時間からは新潟放送でお聞きの皆さんにもお送りいたします。はい、電話に出てクイズに正解されると1万円が当たるクイズ和田オネアのコーナーですが、今週はチャンスが2回ということで、はい、1回目先ほど11時台後半実施しました。はい、はい、見事1万円ゲットされました。はい、でもう1回はいつもの時間です。はい、12時50分頃にやりますので、はい、出場ご希望の方はファックスとメールにはお名前と住所と電話番号を忘れなく、そしてラジコで聞いてる方はぜひラジコで聞いていますと、書いておいてください。はい、受付電話番号は東京03-3211-3222、東京03-3211-3222、ファックスは0570-021242、そしてメールアドレスは小文字で akko@1242.com、akko@1242.com までどうぞ。はい、メールファックス続々いただいておりまして、はい、ラジオネームケイタンさん、はい、いすみ市の男性の方ですか、千葉県いすみ市。はい、アッコさんニュースで見たんですが、ニュースで見た、はい、芸能ニュースですね。はいはい、サッカーの武田信弘さんが、はい、48歳の誕生日の日に、はいはい、アッコさん家で過ごしたって本当ですか。あ、過ごしたって止まってませんよ。何をされたんですかという質問が来てますけど、あれあれって、いや、お任せご覧になった方、ご存知だと思いますけど、はいはい、先週の日曜日、武田も出てたんですよ。それで、まあ、実は誕生日はね、そのお任せ、だいたい明日誰出てんのって土曜日の夜ぐらいにマネージャーに聞いて、でこれ滅多にできないんですけども、長い30年ぐらいの付き合いの女性がいて、はい、花屋さんやってるんですよ。はい、で彼女のとこだから OK なんです。仕事出かける8時前にお花を届けるというお任せのリハーサルあるからね。そしたら武田から朝8時20何分かにメールが来てて、アクさんおはようございます、今日よろしくお願いします、お誕生日に、あ、48歳になりました、お誕生日のお話ありがとうございます。話何したかな、誕生日の、すごい気になったわけよ私で、と思って武田に電話したの、まだ大丈夫かな、もしもし、おい武田何の話したお前、いや何の話も、お前メールに話って書いてお花ありがとうだろお前、朝お前48歳の一発目からアホかお前は言いながら48歳の一発目からアホかって、じゃあ朝の一発目からアホかお前、お話とお花ありがとうございましたってえらい違いやんかって言うて、でどないしてんのお前今日はって、じゃあもう彼女ってまた今日は大変なんじゃないな、お任せ終わってって、いや何の予定もないで、朝の8時過ぎ、はい、誕生日予定ないので、私家でご飯作る予定だったんですよ。また好きなもん、イカの塩からつまみながら、なんかカレーうどんでも食べてみようかなとかね、いろいろ、そうかと思ってお買い物頼んでたんだけど、じゃあ飯でも食うかって言って、日曜日だったから空いてないじゃないですかどこも。ああそうでしょうね。はい、で空いてなくて早飯でできるところで、やっぱホテルしかないんですよ。でホテルの有名なお寿司屋さん、久兵衛さん行ってお世話になって、バカだからもう本当にお客様5時半からなんですけど、ちょっと早めに入れていただいたんですよ。その前にバーで飲んでてね、お店開くまでって、もう本当にちょっとこれ話長くなるけど、で私は歌の練習してたんですよ。歌の練習してたら何気に電話かけたら、あやくせん、もう僕タクシー乗ってますよ今、5時に約束しようっつったの、軽く飲んで、はいはい、というのはそのバーでお寿司屋さんでは無理だと思うから、バーでケーキを頼んだんですよ。でバースデーケーキで一応お花を送ってるんだけど、それをホール1個はいらないと、丸ごとね、丸ごとのそんないらないから、よくショートケーキなんかでカットしたやつあるじゃん、 あります、あれでいいですからって、ホテルそんなことしたことないからさ、それに48本も立てるのおかしいから、確かに4本と8本違う、1本のろうそくでいい、でハッピーバースデーやれば、それでシャンペーン飲めば、おしゃれ、ね、一応おしゃれだから、内緒で言ったら、そんなんでいいんですかとホテル笑っちゃってるわけよ。それでろうそく1本立てるんですか、いいのいいの、私の生歌を歌えばそれで十分で、シャンペーンさえで5時に約束
ちはその辺うらうらして、あのうろうろして時間潰してますから、あのホテルの中もうろうろ、ホテルの中お前本館の方のロビー花屋しか開いてないぞとかって言いながら何してやって言いながら、私もう焦っちゃって、そうですね、予想外の武田さんの早めの行動、で私運転手早く呼んで行ったらついてないんですよ。私43分に着いたんですけど、どうだったんじゃない、15分でもう乗ってるって、はい、したら携帯見たら36分に高木町のなんとかで、細かく38分に六本木の交差点通過とかね、あいつ何でもメール来るから、で結果来ました、誕生日アクさんと2人だけですよって言いながら、じゃあシャンペンで、あシャンペンなんてありがとうございますと、じゃあハッピーバースデーつってチンして飲んで、うやうやしく黒服の方がそれこそお盆に乗っけてくださって、そこはロウソクに消えないようにって、はお客様いらっしゃるからハッピーバースデーチュー、ハッピーバースデーチューってね、でイエーイとかって取っとけ取っとけってあいつの携帯取って、そしたら他のボーイさんとかみんなお誕生日おめでとうございます、お誕生日かっこよかったですね、ホテルの皆さんにね、初めて会った従業員の皆さんにお誕生日おめでとうございます、気持ちいいだろお前、忘れられないだろ、忘れられないですよ。そしたら上のそのバーの人が下の、 あのお寿司屋さん早めで、ちょっと早いですけどお客さん OK ですよって、早くいらっしゃるお客様もいらっしゃるんでって下降りました、はいはい、誰もいらっしゃいません、誰もいらっしゃらないで、まあいつもあのその板さんたちが6、7人立って中井さんがいるんで、行った途端、わー素敵だな、ここはあの有名な久米か、いや今日48歳の誕生日なんですよ、本当にね、なんで結婚できないか、本当に顔は綺麗だけど心が汚いやつとばっかり付き合ってますから、お前なんか静かにしろ静かにしろ、頼むから今お客さんいらっしゃらないからいいけど、ここは受けも何もいらんと、お前ヒゲされるぞで、いいなんがあんな、まあ食うこと食うこと、そうですか、朝ごはん食べるのかったら朝ごはん食べると、はい、朝ごはん食べてランニングする、明日洗濯掃除してなんかっていうから、私旦那の分と、お寿司屋さんってあの持って帰るのは嫌がるんだけど、その太巻きとかだったら時間によってね、でそれで巻いてもらって、もう一回バーよって、そのもう急に頼んだお寿司屋さんだから7時半までしかダメですって言われてたの、7時半からいらっしゃるから、で7時半にいらっしゃるってことは7時10分にいらしても7時半のお客様だから申し訳ないじゃん、はい、だからまあ7時半だから7時10分には出ようよって無理やり開けてもらったからね、はいはい、お店もほら開いてるよりはいいじゃん、でバーでやってて、いやもうつまんないなお前と2人でこうやっていても、で前から気になってたんだけど、お前のお箸の持ち方嫌だよ、すごい気になるんだけど、で私もダウンタウンの浜屋にお箸の持ち方悪いって注意されてんねん、全部つまめんねんけどなって、で家に京成橋あるしもう家帰ろう、もう旦那もおるから、で家一緒に乗って帰って、コーヒーもいたんだけど、旦那もいたんだけど、あの一人もの今日が誕生日の人連れてきたうちの旦那も微妙で、おめでとうございます敬語使って、お酒自分のね、自分の水割りを持って座ってきて、コーチもう飲まないよって私がしちゃう、あそうなんかソファーのとこ行って、何見てんの、なんか見て、武田私はいいよと、なんでお前とおんねんっていう私がおるけど、私はいいよ、まあ本当にもう自分で考えなさいと、まあ結婚しなくても困ることはないけど、あのなんかやっぱりいた方がいいし、外国なんかだとね、うん、いるっていうことで安心する、はい、で何よりもまずお前あのいろんなお店行った時に顔綺麗で心が汚いとか